はい、おはようございます。わらび畑です。もうわらびが育ちすぎちゃって、みんな葉っぱが咲いちゃいました。葉っぱが咲いちゃったとか、葉っぱになっちゃいました。で、これがいっぱい残ってると、これはもう硬くて食べられないので、一回これを全部刈ります。邪魔なんで。そうすると今度は新しい芽が生えて、それを取ればいいだけなんで。今この中から柔らかいの探すの大変なんで、これを全部刈ります。で、今日は、はい、こういう、もう今この下草を刈ってきたんで汚れてますけど、こういうワイヤータイプの、ナイロンロープっていうかな、これが回転して刈るタイプのやつで、さっさとこの茎をみんな刈り取っちゃいたいと思います。これ GoPro じゃないんで置くわけにいかないんで、あとは刈り終わった後お見せします。はい、15分ぐらいで刈り終わりました。はい、何にもなくなりました。途中なんだ、他の雑草やら、杉菜が生えてたのも全部刈っちゃいました。おかげさまで。この、草のカスもたっぷりついちゃってます。杉菜とわらびのカスです。自分もこの状態、みんな飛び散って、まあだからカッパ着ないといけないんですけど、はい、あとこの体ゴミだらけ、はい、これもわらびの汁カスです。はい、以前はおばばに言われてめんどくさくて雑に買ってましたけど、はい、今日はゆっくり丁寧に買ってみました。また3日もすればわらびだらけになるかと思います。まだまだ生えますので、欲しい方いらっしゃいましたら取りに来てください。ご連絡お待ちしております。はい、バイバイ。触っちゃった。